志向っていうのは今の金沢大学の日本全国に4つの高校があるビデオ大志向っていうのが金沢ビデオカメラビデオをして見てるの。はい、ビデオ4つの大学できたの、1つのそんなに歴史あるの。え、なんでこうやってできるの。近代と東大と東大とビデオカメラしてるんだよ。え、ビデオに、はい、ビデオ。イエーイ、イエーイ。すごい。カニの4対4。だから何かと明治ぐらいまではまだ持っとったんだけど。何でもいい、何でもいいだって、はい、特に好きなものは何ですか。いろいろな料理があるけれども本当に一番の大好きはわかめ、ナルトわかめおどんです。わかめうどんだって言うとみんな一緒だね、うん、わかめうどん好き。はい、でも今は暑くて料理は食べない。たまには、果物。いつも果物。暑くて。暑くて暑いものは食べない。食べない。いつも食べない。果物。果物。その場所は面白い。石川も。石川、はい、石川も。兼六園。右側兼六園。あれ石川も。兼六園は日本三大庭園の一つです。はい。石川。やっぱ兼六園だよね。二十世紀美術館通ればよかったかな。明日休みや。あ、そうだ。月曜日。明日どうしたらいいの？明日とか。でも半日ぶりや。まあ、まだゆっくりするなり、夕とかでサッカーするなり、それは相談して決めればいいね。あ、ここにも街乗りの自転車ある。え、どれ？ここに乗これ乗り捨てていいんだよ。いいの？え、さっきの自転車ここに乗り捨てていい？いいよ。そうなの。どこでも乗り捨てたらダメやそれはダメや。それはダメや。それはダメや。でも今の野村家の庭園で一つ星なんで二つ星やったら、ニュースーパー辻屋ってさっき。